気じゃねえのか。立った勢いに乗るったってこっちもだいぶ消耗してるだろう。らしくないな孫策。勢いに乗った攻めは君の得意とするところだろう。それに今はまたとない好機なのだ。好機？なるほどな。ラッチから前線を押し上げ、ユッシュンまでをこちらの勢力下に。天領の守りは厚くなり、同時に巨匠への道も開かれる。はい、義もそれは承知しています。こちらが一呼吸を置いたな、すぐさま呪春の守りは堅固となるでしょう。そうなのか。さあやるしかねえな、うん、ここまで剣にばかり重荷を負わせたから。策、我らの牙で赤き虎の道を開くとしよう。ああ、どうぞ親父。はっ、あっ、あっ、あっ。